ダンス解説。来た。これはちょっと泣いちゃうやつだ。君を離せない。ここに江守彩が来ない。せーの、おどっぱぎやらけボーイズです。マロです。ネズです。ネズです。というわけで、今日なんかやたらと人数少ないですね。今日はですね、はい、何やるんですか。分かってないの。俺も分かってないの。知らないですよ。俺真ん中座ったっすよ。解説をやるって聞かれたんだけど。俺は知らないですけど、マロンさんが呼んだんじゃないですか。あれ、あっちゃん。帰ろ。いや。何をやるんですか、3人で。マジで、俺のこと騙した。俺が、江守彩だ。というわけでね、いろいろあるんですけど、はい、世の中には、はい、そうですね、うん、今日はじゃあちょっと好きなカップラーメン3選、はい、あ俺が江守彩だ。江守彩は俺って言わないんですよ。もしもし、はい、ポリスね、ちょっと怪しい人が。次何してくれるんですかね。ここに江守彩が来ない。ちょっと面白いわ。ちょっと面白いわ。ここに来て銭形警部警部。もしかしたら確かにそいつが江守彩だったかもしれない。そいつが江守彩だ。違います。違います。はい、ということでお待たせしました。落ち着くな急に。今日はってことは、本日はやっていきましょう。何を。リレナダンス解説。来た。久しぶりだね。待たせたな。はい、ということで、はい、今回は何回かやってるんですけど、はい、ラブライブスーパースターに出てくる、うんうん、リエラというユニットのダンス解説をしていきたいと思います。こ, これですよね、もうリエラクラブ。あ、これファンクラブのやつですね。ファンクラブのやつですね。なるほどね。はい、ということで、今回紹介したいものが2つ動画ありまして、はい、まあ、とりあえず1個目は3期生が増えて11人になった、はい、そうね、リエラ、うんうん、で、キャストさんがダンス動画を上げてるんですね。はいはいはい、うん、そう、声優さんたちが踊ってる動画がラブライブ公式から上がってるので、うん、そちらをとりあえず見ていきたい、はい、なるほど。ちなみにリュウです、よろしくお願いします。お、紹介した。こんにちは、リュウです、よろしくお願いしま す。あ、それともう一つ、一応僕たちプロダンサーです。はい、あと10月4日に武道館でワンマンライブします。嘘つけよ。こんな変態はさ。すいません。ごめんなさい。真剣じゃないなら帰っていいか。なるほどですね、そういう感じで来るんですね。帰っていいか。真剣だからさ、真剣状態だから。真剣状態。ちょっと真面目に受けます。いいよ。いいよ。今回解説していきたい動画は、はい、シェキラという楽曲なんですけど、うん、フィフスライブのテーマ曲になってまして、うんうん、まあ、フィフスライブにも僕現地で行かせていただいて、まあ、現地か。いやー、めちゃくちゃ楽しかったんで、その余韻も含めて、はい、今回とりあえず解説していきたいなと思います。なるほど。ということで、僕たちこんな経歴を持っています。ポン。流れおもろいね。なんで。すいません、真剣じゃないです。帰るの。シェキラー。はい、ということで、うん、早速動画見ていきましょう、はいはい、じゃあいいですか、再生しちゃって。はい、お願いします。こうやって見たらやっぱ人数多いっすね。多分最初に解説した時は5人とかの、うん、うん、そうだよね。どんどん増えたんで、5人から9人で、9人から11人に増えたんで、はいはいはい、ちょっと迫力がどんどん増してるんで、うん、ここ11人だもんね。アレビより多いですからね。マジか、ついに人数越されたもん。それでは行きましょう。もうフォーメーションが面白いですね。おっ、決まりだった。だめるじゃん。ちょっと、うん、思ってたんと違ったわ。ね、いきなりアタックムーブとしてはもう最高なやつじゃないですか。ね、アタックムーブがすごく強いんですよ、ね。いきなりバババババって、ね。しかもこんな11人に増えたのに。めっちゃ揃ってるじゃないですか。いや、マジマジ超揃ってる、うん、そう、動き自体は多分一人一人やってることは意外と簡単な、うん、説明しやすい動きなんですけど、うん、これやっぱ全員で見せることによって迫力出ますよね。確かに。もう一回じゃあ、はい、いいですか。うわー、はい、いやー面白い。あー、なるほど。ドゥ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 、なるほどね。あー、そうですね、これがキャッチーな動きですね、うん、覚えてほしい動き。あ、これもね、ちょっと、はい、今のが一期生というか3年生ですね。なんかおしゃれな振りっすね。ね。おー。おお。細かいね、意外と。撮り方が面白い、ね。撮り方が。なんかテーマパークみたいな。あ、そうですね、うん。テーマパークみたいな曲で、やっぱり、ね、何ですかね。振り付けをみんなで踊りましょうみたいな曲で、うんうんうん、シェキラダンス、シェキラダンスって、うんうん、なんかテーマに分かりやすいような振り付けと、うんうん、あとやっぱキレキレのフォーメーションダンス。はいはいはい、まあやっぱリエラの見どころが詰まってるこの一瞬のイントロだなと思いますね。確かに。フォーメーションでね、攻めてく感じは、うん、やっぱこの王女帯のいいところですね。そうですね。うん、
こういうとこもね、上下がちょっと違ったりする。1期生が立って、うん、あ、今で1期生なんだ。1期生が立ちましたね、うん、これ面白い、うん、いやー面白い、キャッチャーね。そうですね。わー、わー、おしゃれ、ね、で、ここいろんな方向向いて、うん、わー、なるほど、はいはいはい、うん、はい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 、うん、はいはいはい、ありがとうございます、ありがとうございます。これ分かりました。歌ってるメンバーが目立つように他のメンバーがその瞬間その瞬間になるようになるというか、そうね、目が楽しいダンスになってて、うんうん、こっちで歌ってるメンバーがいたら次こっちで歌うんですよ大体、はいはいはい、こっちからこっち移動した時に花火みたいにバッ、他の周りのメンバーが動いてることによってより迫力増してる。視線誘導が上手。そう、ね、なんかミュージカルっぽい作りだね。ミュージカルっぽい動きになってます。でね、この最初のところもそうなんですけど、一人一人のメンバーの指先がめちゃくちゃ綺麗。うん、手先に注目。あ、ここね、ここ、うわ、素晴らしい。あ、このポジもいい。うん、あー、今のカノン。ギャッツ。ありがとうございます。ちょっと一つずつ振り返っていきたいんですけど、うんうんうん、結構今のレベル高いことしましたよね。見どころがいっぱいありましたね。こう一列にまず並んで、うんうんうん、ゆっくり順番に音に合わせて後ろに下がって振り返っていく振り付け、うんうんうん。これやっぱり一人一人がちゃんと覚えてないとこれができないんですよ。うんうんうん、この全体でやってるけど個人技がやっぱり力が必要な振りになってて、うん、そこが面白いなって僕思ってますね。結構やること多いっすね、やっぱ各々、ね、はい、移動も多いじゃないですか、やっぱり大人数だと。これ歌いながらやってるんですよね。うわ、そう考えるとやばいですよ ね。5秒後には違うところにいますね。目まぐるしくフォーメーションが変わるという。これ面白いな、これ面白いな、うわあ、で、ここちょっとミュージカルっぽい。ミュージカルっぽい、ね、うん、あー、へぇー、足をうまく使って、いや、まあ、楽しい、あと、何気にクラップ上下違うんだ、すげえ。いや、そうなんですよ、いや、細かっ、うわあ、これがね、これが気持ち悪い、これ今サビなんですけど、はい、これよーく見ると全員同じ振りをやってるように見えて左右が違ったり上下が違ったりするんですよ。すごい細かい、まあ、さっきも言ったんですけど覚えることがやっぱ多いですね。うん、これだって振り付け師も作るときに一人一人はこっちがこうでこっちがこうでって考えないといけないんですよ。いやマジこれ本当振り付け大変だと思う。ゆみ先生さすがです。あー、ゆみ先生さすがです。やっぱきめ細かいね、本当飽きさせない構成にしてるし、うん、だからなんか結構こうシンプルな動きに見えてファンの人たちをちゃんと離さないような構成だし振り付けだなって思いますね。目まぐるしいんだけどでもなんか焦ってるふうには見えないというか、うん、余裕感が逆にある感じに。だからその余裕感があるからやっぱこうちゃんと歌えるっていうことなんでしょうね。うん、やっぱこう上半身の動きは手振りは多いけどボディーラインの方はあんまりこう激しく動くみたいなないんで、やっぱ結構そこは歌をちゃんと意識するところで手振りをメインで、うん、であと足もメインで使っていくみたいなところかもしれないですね。一人一人の基礎力が半端ないですよね。うん、3期生増えたじゃないですか。でやっぱりまた一般公募の方がいて、坂倉桜さんっていう声優さんがあの一般公募から上がってきたんですけど、はいはい、一般公募から上がってきてその1年くらいでこのクオリティ他のメンバーに合わせなきゃいけないってめちゃくちゃすごいじゃないですか。すごい、もうやめてほしいな、どこにいたんだって感じ。いや本当ね、いや一般ちゃうやろって。そうそうそう、急にこのレベルに合わせるの確かに超大変だね、うん、これ。そうなんで僕フィフス終わって友達と見に行ったんですけど、はい、すげえな、食らってんじゃん。誰に食らったかっていうとやっぱりさくちゃんに一番食らって、確かにね、この短期間で他のメンバーに追いついて圧倒的なパフォーマンス見せれるって本当すごいことだなと思って。確かに、だって1年前はだってある種一般人ってことですよ、ね、これがもうね1年後にこうなっちゃってるっていうのはまあ言うからしたら確かに食らうかもね。確かに、いやすげえわこれ、確かにすごいなって思いました。クラップしていきます。上下変わって、うわー美しい、あいいジャンプ、ジャンプして集まる、お楽しい、ね、やっぱ思うのが違うってやってるね。そうです、ね、同じ振りなんだけど、うん、うわい、うん、
これ癖になるね。おしゃれ。いいっすね、これ前で踊りながら後ろで踊ってる、で出てくる、あ、お、いいね、5人はけて6人いるっていうのが、いや、強いですね、強いよね、大人数ならではのなんか見せ方もできてるから、おお、出てきた感半端ないな、今の、いやすごい、いやすごい、いやすごい、うわー、おお、やったー、これやっぱなんかこうファンの人がちゃんとこう喜ぶ動きをね、なんかやってるね、こう構成というか振り付けが、はい、こことここが絡んだらなんかこうファンは絶対嬉しいだろうなっていうところを、なんかもうちょうどなんかあのもう痒いところにずっと手が届いてる感じ、そうですね、でやっぱりそのさっきも言ったんですけど、前で6人で踊ってても後ろで5人いたり、その大人数のうまくフォーメーション移動と活かせてるっていうところが、このシンプルな動きだけど高クオリティで見せれるっていうのは鍛錬の場所なので、そうね、一、人の動きだけじゃなくて全員の波長が合わないとちょっとこれは見せられないところだもんね、なんかあんまりやっぱこう自由な箇所がないっすね、フォーメーション移動とか振り付けでガチガチに固定されてはいるんだけど、その中でもガチガチ感はないんだよね、なんかそこはなんか結構自由な感じに見えるんだけど、ちゃんと見るとここからここに動くみたいな細かく決められてると思うんだけど、なんかあんまりそこが固くなってないところがやっぱすごいなって思いますね、なんかでも気づいたら一列になってストレスがないね、なんか綺麗になってるみたいな、ストレスがないし、確かに別々の動きしてるじゃないですか、あ、ちょっと目まぐるしくなったなってところで全員が止まって青山渚さんがこう綺麗なターンをする、そう、なんか生と動がまた見やすくなってる感じ、音ハメ多いよね、多いですね、確実に音取りますね、やっぱリズムだけじゃなくて、ダッタラッタッタラみたいな感じで、気持ちいいよね、拾わなくてもね、もういいっちゃいいんだけどね、こういうやっぱこう、まあ、アイドルさんのこうダンスというか振り付け、まあ、やっぱ歌がメインなところがあるから、ね、正直拾わなくてもいいんだけど、やっぱそこを拾ってくれるから、なんかこうダンス知らない人が見てもなんか謎の気持ちよさがあるというか、視覚的にね、捉えられるというかね、音も、このナルト走り移動ですね。で、これ一人一人違うことやって、ペアができて、あ、綺麗なターン。本当ミュージカルみたいな。そうそう。ゾワッとするね、なんか。続いたらこの2列の綺麗なフォーメーションになってる。で、歌ってる人が目立つようになる。で、クラップ入れる。わあ。ああ、ありがとう。あらららららら。マル。やめろ、ユーカルマやめろはい、ということであのね、やっぱりこれは毎回言ってるんですけど、伊崎奈子さんが演じるちいちゃんは丸にすごいこだわる、ああそうでしたね、でここ幼馴染組なんですね、そうですね、幼馴染で丸やってるわけですね、でクラップ途中でめっちゃ入ってくるじゃないですか、この曲2回やったんですよ、最後のアンコールでバーって出てきた時に1回目やった時よりもお客さんとのこのこれがなんか曲が完成されてってる、なるほど、みんなの一体感が、みんなこのタイミングでクラップすればいいんだって分かってくるんで、完成させられる過程を見てるっていうのがとても楽しかったですね、やっぱり、なるほどね、ファンと共に成長してる楽曲ってことね、それはおもろいわ、参加してるファンのみんなからしたら、ね、みんなで作るってのはいいね、ライブにも向いた振り付けになってるっていうのがやっぱ計算されてるなと思います、すげー感動しましたね、みんなで作るストーリーってことですね、ね、あーいいねー、こう式名式名式名がいいんじゃないやーめっちゃ綺麗なライン、いやすごいすごいすごい、あーよーごめんなさい、これいました今の本当によ本当によ、裏のピアノの音を取って前に進みながらステップしてましたよねすごいね取り方って思ったら周りも違うことやってる、ね、そう周りも違うことやってるんですよ、どこを見たらいいか分かんなくなっちゃうような感じありますね、これ何回見ても楽しめるっすね、やっぱり今見てなんか気づいたこととか僕結構あるので、一回見てもまた旨味が増すというか、すごい振り付けだなと思います、すごいね、これは確かに構成がもう計算され尽くされてる、マジで、ここでいろいろね、ね、ダンスブレイクに入って、綺麗なターンがあって、はい、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、見てました、見てましたか、真ん中、あの、ここ
常にここ2人がイチャついてるんですよ。あらあらそういうのもね見せてきちゃうんだやっぱ。そう見てなかった。姉妹です。ああなるほど。そういうこと。そう。なるほどね。あの鬼塚姉妹がここ他はみんな踊ってる中でこう江守さんがこうやってやったり、はいはい、構成として関係性がまた見えるような。なるほどね。これアニメファンからしたら泣いちゃうね。たまらんね。これはやってますね。やってますね。いろんな意味でやってますねこれはね。ここを見てもらいたかった。やべえこれ。これあの進めない一定の時間の中にいろいろ大きすぎて、ね、進めない。進みたいんだけど進めない。誰がわかるんですか。でも本当どこ見ていいか。わかんないマジで、うん、ここ式名がイチャイチャしてて、ね、ここ鬼塚姉妹がイチャイチャしてんだよ、うん、思ったら真ん中からね出てくるんですよね、このピアノ音に合わせて。もう鬼ナッツやってる。鬼ナッツやってる。うわーこのね早いステミュニケーションもすごい。いろいろとありがとう。やばい。ああやばい。あーなにこれ、なにこれ。やってる。あやってる、やってる、やってる。顔と顔イチャ身長高い。面白いな構成。うん。素晴らしい。よーよーちょっと僕も鳥肌立っちゃいましたよ。ね、これあれですね、うん、ハッシュタグキルザビート。キルザビート。完全それで。キルザビート来ましたね。いやー、これすごいな、首のヒットですね。これなんかちょっとあと緊張と緩和っていうか、何があんのかなって思ったら、時計の針の音で、そこも撮っちゃうっていう。いやー、やばいね。しかも遠慮し合うね。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。それぞれ違う動きをやってきた中で、ここの静まり返ったチッ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 、ここ全く同じ動きをみんなするので、ここまで溜めてたんだね。溜めてたっていうのが、向く方が俺らから見て、こう時計だとしたらチッ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 、こういうことなんじゃないのかなと。君もしかして真剣？あれそれちょっと真剣になったもしかして。真剣にちょっと 見させていただきましょう。君もしかしてラブライブに真剣？あ、ラブライブには真剣です。合格。下手の方ではなんかあのこういう別の振りをやってて、上手の方ではまた違う振りをやってるみたいな、結構自由にやってるところも多いんですけど、やっぱそこで自由にやってやって、でも最後のみんなが合わさった時に同じ振りになるっていう時に快感が生まれるっていうか。結構みんなバラバラに動いたのに、いざみんなが集まってようやくここでみんなが同じ振りをやった時に来たっていうね、この感じが見えるんで、ピースがその時ありますね。そうそうそう、来たーって新しさありますね、これは確かに。進めましょう、進めましょう、進めない面白いね。いやいいですね、ずっと。このクラップは本当にいいね。もう待ってましたって感じですね。まだおかわり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 、あ、好きなんだよ。ちょっと待ってね、これ全員違う動きしてるんですけど、桜小路きなこ役の鈴原のぞみさん、ちょっと見ててください、はい、このすっごい好きな動きが入ってるんで、はい、全身を使っててとても綺麗な、大きいだよね動きが。うわーでかい、確かに。おー、なんかすごい、なんかいやすごい、うわーで、わーはい、いいね、はい、あ、ここ3期生ですね。で、ここ2期生ですね。で、ここ1期生になって、あー、これはちょっと泣いちゃうやつだ。君を離さない、離さない、泣いちゃうやつだ、これは。離さない、これは良くないです。これは本当に良くないですね。終わりに向かってボルテージが上がってってる感じあります。そうですね、踊りの中でも起承転結みたいなのがありますよね。それ見ててめっちゃ物語性あって楽しいと思います。クラップ言えるところってさ、この楽曲一つ通してやっぱかなり入ってるんだけどさ、さっき見た中で本来だったらここクラップが入るであろうってところで一回なんか入らないところがあって、はいはい、そこはなんか各々の自由な感じになってて、そこでまたちょっとボルテージが上がっていってまたクラップに戻るっていうところはね、みんなの気持ちがなんかそこに結構乗るのかなっていう、クラップじゃないところで。確かに、それが現れてましたね。そう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 、超フルーピーな動きが出てた。確かに。いや、由美先生すごいね。すごいよ。見てる人の心もそうだし、踊ってる人のテンションも上げるようにしてるっていう、すごい作りになってんねこれね。バックハグとかいいな。いやいい、すごい。全体で見せてくるね。ね、いや、来ました、これがいいよね、クセになる振り。
キメが3回ぐらいあったね。なんかこれは余韻祭りになるね。これやばいね。シャキラーって感じ、ね、これね、ちょっと突っ込みたいところが、これラストね、ここを突っ込みたいところがあって、はい、真ん中のあのカノンちゃん役の伊達さんに、うん、そうみんながスポット当てるじゃないですか。こう一人でソロやったと髪パサってなるのがとっても良くて、3分58からね。あ、3分58、すいません。うわお、ちょっとこれやばいですね。これもうパンテーンです。いや、パンテーン、パンテーン、椿かもしれない、パンテーン。いやでもいいね。振り付けとして本当にある動きでやってるのか、気持ちとして本当に出ちゃった動きなのか、ちょっとどっちか分かんないですけど、やっぱ最後にちょっとこう真ん中にやっぱこう目が行きますね。いいね、こういう動きやられると。いや、いいね、必殺技って感じがした。なんかめっちゃ食らったシェキラでした。いいわ、怖い。おい、ここは俺に至ってはもう頭のサイズも全然違うし、なんならちょっと半袖になってるし、リエラ解説はもう終わったはずじゃん。ねえ、俺がやってたリエラ解説は一体ちょっと待って、世界観がわからん。あれもう終わったはずじゃないんですか。ねえ、リエラ解説は終わらねえ。何があった？すいませんね、ちょっと呼び出しちゃって。実はシェキラ解説動画撮ったじゃないですか。そうですね。で、その1日後に僕が解説したかった動画が、うん、ラブライブ公式から上がりまして、急遽別日動画撮ろうって呼び出しました。流れが変わったわけだよ、はい。だってもう服がでも衣替えしちゃってんだ。衣替えしちゃった。衣替えしてるし、俺髪切っちゃったしな。僕ちょっとリエラ解説ずっとしたかったんですけど、これが出るまで待とうと思ったんですよ。はいはいはい。でもさすがに待ちきれないと思ってシェキラを解説したんですよ。はいはいはい。1日後で。いやこれ前代未聞ですよ。追加撮影、追加撮影です。はい。リエラの中にユニットが分かれてるんですね。カレードスコア、シンクライズ、キャッチュの3つに分かれてるんですけど、僕の推しユニットシンクライズっていうユニットがありまして、はい、そのユニットがめちゃくちゃダンス特化のパフォーマンスユニットなんですね。はい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 。これダンプラ出してくれってずっと願ってたら、なんと2本も出ちゃいました。2本も出た。2本も出ちゃいました。ということでシンクライズ解説していきたいと思います。分かりました。いいじゃん。もうはい、ということで解説したい動画が、はい、ダンシングラズベリーっていう曲と、アーリトルラブっていう2曲なんですけど、まあどっちもね、ダンスがすごいんで、5人のダンスパフォーマンス見てもらえたらと思います。はいはい。この5人ってのは誰だったの？ちーちゃんの美咲きなこさん、桜小路きなこの鈴原のぞみさん、鬼夏の江守彩さん、若菜式の大熊若菜さん、うん、難しいんですけど、若菜式役の大熊若菜さん、そしてとまりちゃん役の坂倉さくらさん。わあ、もう龍が好きな人ばっかりやん、はい、僕のです。僕らです。お前のためのユニットってことね。俺です。俺です。じゃあ行きましょうか。はい。じゃあまずはダンシングラズベリー、はい、行きましょう。いきなりなんか腕と首が連動してたんで、ちょっとフリーな感じから始まって、おおな、とりあえずね、すごいね、冒頭から急に加速してくるね。ね、バチバチにお試していく構成からダンシンダンシンっていう分かりやすいキャッチな振り付け、ライブ現地で僕見に行ったんですけど、皆さんもちょっとやってみてくださいみたいな言われたんですよ。はい、できるかそんな簡単な振りちゃうわみたいなね。なんだその腰の動きはって思いまして、もう一回行きましょうか。はい、最初から。ここね、ここですよね、もう連動。でここがちょっと、うん、でここからまた陣形移動が入って、この振りね、あちょっとワックっぽいような、そうですね、ダンスもあって、おお、何これ、すごいすごい、いきなり飛びに行くね、すごいすごい、おー、おお、連動、左右対称になって、うわー。おお、美しい。これはいいな。確実にダンスで見せに来てるね。ね。わ、全員やっぱうまい。いや、ちょっと待ってください。このサビ前まででも見どころがたくさんあったんですよ。僕の見てほしいところがですね、ここですね。うん。ここなんですよ。お、美咲奈子さんがフリーで出てくるんですけど、うん、横に動きつつ4人が全く違う動きをしてるんですね。自由に見えて決まってるよね、多分。そう、自由に見えて決まってる。29秒から。
これの質感もいいけどね。好き、うん、これあうんうわ本当忙しいね。忙しい忙しい、めちゃくちゃずっと同じ場所にいないもんね。うん、でやっぱりこれサビはキャッチーな感じですね。あでも結構乗り方がなんかちょっとそう、うん、わあなるほどね。こう急に出てくる感じも、そうそうそう、あいやこれいい、ね、やっぱりあの途中であるんですけど、うんうん、45秒から真ん中のサクちゃんがちょっとフリーっぽくなる動きがあって、うん、そこの腕の動きが超グルービー、うん、グルービーここあー確かにこの赤い感じ、ここすごいね、やばいね。で結構やっぱり移動も多いんですけど、この回転系、うん、360度も多いし180度も多い、回転系が多いと自分の位置掴むの結構難しいんですよ。確かに、うん、そして2番に入ります。いやーそうこれ後ろ向きだから、ね、連動系で見せてく構成だね。そうですね、あーこう集まってってね、1列になるね。おーなるほど、1列になって、あー戦時観音、すごいこの乗り方やばい、ボディコントロールがうまいです。こんなにこう乗りを見せなくても正直いいのに、自然とやっぱこういう乗りが入ってるってことはやっぱりダンスとしての経験がやっぱそういうのが結構ナチュラルに出ちゃってるのかもしれないですね。三崎奈子さんとかボディウェーブってその短縮しちゃう人が多くて、ここから始まって最終的にここで一瞬で見せればいいやって思ってる人が多いんですけど、ここのここがうまいんですよ。わかります、ここの中継地点がうまいことがダンスがうまいんですね。これダンス上級者ですね。いやこれ僕らダンスの先生って呼んでるの。リュウのダンスの先生、僕らダンスの先生ということで、ちょっと次行きましょうか。ほんとなんか同じ構成がないのがすごいね。すごいね、全部変えてきてるな。サビぐらいだもん ね、同じ構成って言ったら。サビもキャッチーだな、うん、ここすごいけどね、やっぱで、振り返り、振り返りが結構多いですね。あーちょっとてる感じが、あー面白い、移動も急に来るダンスディレクター移動しながらちょっとワックみたいなね。いやナイス、カノンターン、歌のない部分をダンスで埋めるってやっぱり声優さんもそもそもやることじゃないじゃないですか。でも逆にここのパートは歌わないからダンスに集中できるんでしょう、ね、あ確かに確かに、手の形がすごいバリエーション多くて、そうですね、確かに手のバリエーションとか出尽くしたかなと思ったけど、結構初めて見るパターン多くて結構新鮮ですね、マジで。でちょっとラッサルいきます。さあみんな近づいてきて、面白い、こういうちょっと面白い、わお、びっくりした、どうせクッフィーリンだ可動域広いっすね。いや広い、大熊からさんの歌詞に合わせた動きがめちゃくちゃうまい、可愛、うんうん、い歌詞の時は可愛いことできるんです。 確かに、かっこいい時もかっこいいことできるんです。うもう一回させて、どうせクッフィーリン、楽しそうだなここのタットっぽい構成面白いですね。この一回くぐってパッて出すのが面白くない、パクりますかで、ここここね、わーおー、ダンスフィーリング、この指の形がいろいろあるんだよね。うわー、で見せるんですよ、ね、あーね、真ん中センターに、センターちょっと違う振りをやると、うん、ダンスうまくね、うん、で、これ移動しながらやってるんですね、今の。うわうん、首取ったぞ今。いや、最後の最後まで。おー、なるほど、すごい。これはすごいね。最後の最後まで陣形移動。最後ぐらい止まってもいいんじゃないかと思ったんですけど。歌だけ聴きに来たファンからしたら、うん、二重のサプライズみたいなところありますよね。あ、ダンスでも楽しめるんだみたいな。確かに確かに。ラブライブっていうかキャラクターをこうすごい大切にするからこそ、一人一人の動きを違くしたりとかして個性を出すことが大事なんだろうね、この国ね。俺やっぱダンスもそうですし、その以外の表現力ですね、表情とか。もうさすがだなって思いますよ、ね、いやね、すごいね、こんな時間かけるはずじゃなかったですよ、ね、もう一曲あるんです。いや、
モンカのこの動画見どころすごいね。すごいね。今すっごいグルービーな曲だったじゃないですか。ドンスリープっぽいな。次めちゃくちゃ重いビートです。おー何そういうのできんの。さあリトルラブきます。おおまたなんか始まり方がさもう毎回そんなパターンまだあったんかっていう。おお、そういう連動の仕方。ああ、なるほど。おお、面白い。確かにちょっとさっきより少しスピーディーになって。おお、ナチュラルターン移動。いや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 、おお、面白い。おいおいおい。うわー、この動き方うめえな。おちょっと待って、ちょっと止められんってな。3秒に1回何か起こるんですね。見どころが多すぎる。ちょっと最初からいきます、はい、始まりから面白い、ね、こう最初からすごい細かいんですよね、音が。こう音がね、これがすごい音がすごい。いや急に出てくる系はいいっすね、構成として。目を奪われる。あナイスナイス。非常にこれを。ああ、今のナチュラルターン。そしてフロアに入ってる。こだよね。うわぁ、すごいな、もう。大丈夫、ちょっと声優ってこと忘れてないよ。ちゃうよ。うわぁ。うわぁ、これ。うわあ、オープンワンです。うわあ、いいよ、重い音だね。うわあ、うわあ、うわすっごい。ちょっとタットっぽいのも一緒入って、いや。うわあ、ちょっと待って、ちょっと待って、すごいバリエーションが多いね。すごすぎる、やばすぎな。まだこんな動きあったんかっていう、一生出てきますね。フレッシュすぎる、なんかいろいろ。いや、さっきのがチームワークっぽさがすごい感じで、今回なんかスキルで殴りに来てる感じがスキルで、ぐわってこう、めちゃくちゃパワームーブなムーブですよ。聞いて分かったと思うんですけど、サビが歌詞ほぼなし。で、ダンスでやらせるための曲やこれ。ね。どうしまして。1分15分でこんな激しい動きしてるのに歌詞とかも結構取ってるんですよ、ね。ここのね、面白いね。もうか、んで待って、水の中をなんか歩いてるか、宇宙の中を重力っぽい動きです、ね、質感はちょっと入ってきてんだね。いやいろいろ起こってる。あ、これあ、真ん中入る、こっちに、ね、うわさっきと同じ振りだけど、ちょっと移動の仕方がまた全然違くて、構成がまた全然違く見えますね。印象は変わるでだよね、うん、ちょっと待ってくださいね。あ、もうね、たくさんあるんですけど、うん、僕が好きなところは鈴原ののぞみさんがセンターで歌って、その時の振り付けが手のこう質感がすごくて見てほしい、超細かいんですけど、ここだな今、はい、パンパンって腕の上下の動きがすっごい質感良くて、ああ、うん、見せ方がやっぱ上手いんだな、うん、これもすごいね、かっこいい、激しい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 、あ、ここだね、またなんかあとこのね、動き方よね。おお、さらに加速してきた。
これやっぱりリエラのちょっとダンスの振り付けの癖っていうか、一人が歌ってる時に手振りで結構動くじゃないですか、歌いつつこう広げたら後ろも構成として広がるとか、ちょっと操ってるっぽい動きが多いですね。まあ、いろんな連動の仕方あるんだな。そう、1分50秒、はい。こういうことかね。本当に確かに一生動いてるもんね。一生動いてます。おー、いやーすごい。これすごいね。ここがなんかもうドロッピングって感じ。うわ、移動エグ。うわ、ちょっと移動しながら手振りがあるんですよ。やばいな。このボックスの動き、ハートの形ってやってるね。うわー、なるほどね。これは確かにすごいねー、これは。こういうユニットとかのダンスって、そのチームのなんかこう動きのカラーみたいなのってあるじゃないですか、スタイルというか。でもなんかそれがいい意味で裏切られる部分もあるというか。僕の中のダンス理論っていうのがあって、はいはいはい、ダンスは全部お腹からっていう理論があるんですよ。で、なんでお腹からかっていうと、手動かすにも手だけじゃクソダサいんですよ、はいはいはい、で上半身がついていくから綺麗なグルービーができるんですけど、はいはいはい、それってお腹からなんですね、結構、はい、絶対基礎的な練習してるでしょうね。おまけっつってもなんなんですけど、僕の好きな美咲奈子さんのツイート系ツイートすごいいいことばっか言うんすよ。あ、こういうのですね。ほら、ツイートしてるかな。ダンスを客観的に見ると自分の足りないところばかり見えてくる、もっと基礎を鍛えねばですがねみたいな。いや、すごいね。そうなんですよ、ダンスって自分だけじゃダメなんですよ。これが一番ブックマークしてるんですけど、あの、これをみんなに見てほしい。ダンスとは何か、これ道徳なんですけど、普段いろんなダンスの動画を見るんだけど、うわー振り付け好きだなとか、あ、今のとこかっこいいとか止まらなくて、結局踊りたくなってスタジオ借りて汗かきながら踊るのが最高に楽しいんだ。やば、めちゃくちゃ俺らみたいなこと言うじゃないですか。向上心の中でもっとたくさん勉強したいっていうツイートがあるんですけど、これの最後の一行、はい、でも楽しむのが一番やんな。外国人ダンサーの考え方だ。そうだよ、はい、ということで今回はリエラダンス解説していきましたけど、はい、皆さんどうでしたか。見れば見るほど新しい技術というか新しい驚きがあって、すごいびっくりするね、うん、やっぱね、ダンスに真摯に向き合ってるのがめちゃくちゃいいよね、うん、みんながみんなダンス本当に好きなんだなっていうのがやっぱ伝わってくるし、ダンス上手くなりたいっていう向上心もむちゃくちゃ持ってるなっていうのが、もうこの踊りから見てもちょっとこう分かるというか、うん、僕からするとやっぱ嬉しくもなっちゃうなっていう感じしますね。なんか最近はダイエローグさんとかリエラーさんとかやってるけど、新しいなんか解説したいのとかあります？意外と僕らの範囲内は思いつかないんですよ、うんうんうん、ということで皆さんコメントで教えていただきたいです。確かに、ね、お願いします。この動画がいいなと思ったら高評価、グッドボタン、うん、あれ前のじゃない高評価、チャンネル登録など皆さんよろしくお願いします。まあ、そして今度僕たち2024年の10月4日に武道館でワンマンライブするんでね、まあ、今回見たこのリエラさん の, このダンスが好きという気持ちを改めて大事にして臨みたいななんて思っておりますんで、うん、遊びに来てくれたらなと思っております。よろしくお願いします。お願いします。ということで以上、リアルオキバボーイズでした。皆さんありがとうございました。バイバーイ、バイバーイ。せいガチガチガチありがち、オタクにありがち。推しのためなら手段を選ばず、命を削ってガチャ回す。はあつらい、ああしんどい、オタクをやるのも楽じゃない。せいガチガチガチありがち、オタクにありがち。